はい、2020年3月30日、ゆうべは桜学校の理科編です。本日は、妖域と妖怪度の話をしたいと思います。はい、それでは、こっちですね。はい。理科、妖域と妖怪度の分野の話をいたします。ね、はい、はい、これは昨日の復習で、まあ気体のさまざまな反応をして集めるということの、話です。でここでさまざま塩酸とか、まあ薄い過酸化水素水とかそういう液の名前が出てきましたけど、これは大体水の中に、まあ、過酸化水素が溶けてるとか塩化水素が溶けているというものですね。水に中に何かが溶けているものを溶液と言います。それではその溶液というものについて、ちょっと整理をしておきたいと思うんですが、そもそも溶液とは何かということなんですが、砂糖水のように、まあ、初等溶液と、まあ、科学的には言うんですけど、水に物質が溶けた状態の液体を水溶液と言い、透明な場合と色がついた場合があるが、両方とも濁っている状態ではなく透き通っていると。で、水の他にも液体ならば物質を溶かすことができ、アルコールに物質が溶ければアルコール溶液というということですね。で、溶けている物質のことを溶質と言ってます。この例えば砂糖だったら砂糖水だったら砂糖が溶質ですね。で、溶かす物質のことを、まあ、液体ですね、水などのことを溶媒と言ってます。この媒というのは、まあ、仲立ちをするという意味でありまして、媒という字ですね。で、合わせて溶液ということになります。で、この溶質、砂糖と水が合わさって砂糖水になるということは、質量についても成り立ってまして、例えば砂糖が、10g で、水が 90g だったら、その砂糖水全体は 100g になるんですね。で、これよく勘違いがあるんですけど、水の中に砂糖とか塩を溶かすと本当に消えてなくなるように溶けるので、なんか水の溶石が増えてないように感じるので、水の中に溶け込んでどっか消えてしまってようなイメージがあるんですけど、これ質量を測るときちんと足し合わせた質量になってますので、確かに混じり合って見えなくなったけど質量が減ってるわけじゃないということを気をつけてください。溶質と溶媒を足した、質量が溶液の量になってます。さてその次、パーセント濃度という、まあ、あと、まあ、高校に行くとモル濃度という考えもするんですが、まあ、中学ではパーセント濃度という考え方をします。さて10g の砂糖を 90g の水に溶かして作った砂糖水 100g の濃度はということですね。これ何パーセントでしょうか。じゃあ次に同じような問題で、 10g の水を 100g の水に、10g の砂糖ですね、 10g の砂糖を 100g の水に溶かして作った砂糖水の濃度は何パーセントでしょうかということですね。でこれはよく勘違いしやすいところなんですが、こうです。溶液の濃度というのは、溶液の濃度というのは、溶液全体の濃度分の溶質の濃度、溶質の濃度を溶液の質量で割ってかける 100% ですね。だから、溶液は溶媒と溶質の合わせたものですから、まあ、こういうふうに直すこともできる、かける 100% と直すこともできます。でそうするとどうなるかというと、設問1の方は 10g の砂糖を 90g の水に溶かして作った砂糖水は全体が 100g ですので 100g 分の 10g で 10% ということなんですね。これは分かりやすいと思います。でこの場合 100g の水を 10g の砂糖を 100g の水に溶かして作った場合には溶液全体 110g になりますので 9.1% となりますので注意をしてください。で特にこっちの設問2の方を勘違いしやすいんですね。10% としやすいので、この、まあ、
この設問2のような形で出された場合には、まあ、あのこのこういうふうに勘違いしないでください。溶媒分の溶質と勘違いしないでください。それでは次に溶解度の話をします。水に溶ける溶質の量の限界を溶解度と言います。で、100g の水に溶ける物質の質量で示します。で、物質が溶解度まで溶け込んでる、ギリギリまで溶け込んでる水溶液を飽和水溶液と言います。飽和もうそのいっぱいになったということで、ギリギリまで溶け込んだと。溶解度は温度ごとに異なり、温度が高いほど大きいと。これは例えば砂糖を水を作った時に、その砂糖が溶けきらなくてもお湯を足すと溶けきることがありますね。温度が高くなると、だんだん溶解度が大きくなります。でただ気体の場合は注意が必要で、気体の場合は温度を高くすると気体が逃げちゃうんですね。で溶解度低くなります。でまあ、金魚をその飼う水槽の水を一回沸騰させた水道水を使うのは、水道水の中の残留塩素の気体の溶解度を、まあ、減らして逃がすためです。で一度高温にした物質を溶解度まで溶かした溶液を冷やすと、溶解度が低くなった分溶けきれなくなった物質が再結晶します。まあ、これがさっき私が言った逆の現象。あのコーヒー、熱いコーヒーに砂糖を全いっぱい入れたと、ところがその飲まずに放置していて、まあ、冷えたコーヒーを飲もうとしたら、そのコップの底に砂糖が溜まっていることがありますね。こういうふうに、一度ギリギリまで溶解度まで溶かした溶液を冷やすと、溶解度が低くなった分溶けきれなくなった物質が再結晶します。そういう現象があります。さてそれで溶解度についてですが、溶解度は物質によって異なります。各物質でも、まあ、温度によって異なります。で大体温度に比例してだんだんと高くなるのが基本なんです。でただその高くなり方が物質の性質によって違うんですね。まあ、硫酸銅とか明矾とかは比較的温度が高くなると急激に、溶解度は高くなります。それに対して食塩は実はあんまり、溶け方は変わらないですね。だから、さっきは料理の時に砂糖は高温にすると溶けやすいんだけど、食塩の方はあまり変化しないです。で砲酸もある程度変化するんですね。で、まあ、別にこれは覚えておく必要ないんですが、ただ食塩が温度が変わっても溶解度があまり増えないという事実はこれ知っておくとよろしいかなと思います。さて、それでは次問題です。溶解度の問題、溶解度の問題、温度60度の時の飽和明矾溶液の、濃度を求める式はと、飽和明矾水溶液の濃度を求める式はで、20度の水、10g に 20g の明矾を溶かそうとしたらどうなるかと。で3番 100g の水で60度、 100g の水で 60°C で飽和明矾水溶液を作った後、40度に冷やした時に出る再結晶量はということで、それぞれ考えてみたいと思うんですが、温度60度の時の飽和明矾水溶液ということで58溶けます。でただこれ気をつけてほしいのは、58% というふうに考えちゃダメです。ダメですよ。このさっき私が注意したように、そのこうです、答えこうですけど、100g の水を前提にこう溶解度は作ってますので、水は 100g ということは、まあ、この図が出てきた溶解度という言葉を使った時点で 100g というのはもう前提です。でその100に58の明矾を加えたので分母が158なんですね。158分の58でありますので、まあ大体 30% ぐらい、ちょっと計算してないですけど 30% ぐらいになりますね。で決して 58% ではないので注意をしてください。これよく間違いやすいところ。それから 20g の水 100g に 20g の明矾を溶かそうとしても12しか溶けませんので8残ります。このグラフより上のところは残ってしまうんですね。で最後に 100g の水で 60°C で飽和明矾水溶液を作った時に 40°C の時に出る再結晶量はということで、58が24溶けるまで、24しか溶けなくなりますので、この差額である34が出てきますということです。
まあ、以上が、溶液と、溶解度について、まあ、非常に標準的なあの知識、というか、考え方ですので、理解をしていただければと思います。どうもご清聴ありがとうございました。